新旅スタイル農泊。香川県小豆島は国産オリーブ発祥の地。また伝統の醤油作りなど食の宝庫。今回はアクティブ女子が絶景と島グルメを味わい尽くします。今島巡りをするのに人気なのがレンタサイクル。風が気持ちいい。海を眺めながら走ること20分。ここは小豆島オリーブ公園。あ、見てオリーブ色。園内には2000本ものオリーブが植えられ、瀬戸内海も一望、絶景が広がります。秋にはオリーブの収穫体験もできます。無料で貸し出されている魔法のほうきにまたがれば。今日楽しかったね。2人が宿泊するのは料理に定評のある島宿マリ。わー綺麗。素敵。洗練された和モダンな客室。小豆島産のオリーブオイルを使ったエステも人気。お待ちかねの夕食は醤油を料理の主役にした醤油懐石。旬の野菜と魚を4種類の醤油で食べ比べ。甘くてすごい香りが強いので濃厚で美味しいです。他にもオリーブ牛、オリーブご飯など島のごちそうが並びます。翌日はレンタカーで人気のスポットへ。エンジェルロードは1日2回海の中から砂の道が現れます。皆さんもグルメと絶景を楽しみに行きませんか？